皆さんこんにちは、黒田梨沙です。私は今日 JR 九州ホールで開催されている田中達也さんのミニチュアライフ展2に来ています。私インスタグラム、ツイッターもずっと見ていて大ファンなので、今日は楽しみにやってきました。皆さんで楽しみましょう。ワクワク。さあ早速ね、大きな、あ、これ見てください、このボタンのね、木見てましたよ。リアルなこう大きな大きさで実際にこの世界に飛び込めるんですね。あれ、もしかして田中さんですか？田中です。実物大です。実物大、本物ですよね、はい、そうです。あ、嬉しい。今日は皆さん、田中さんご本人に来ていただいているんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。福岡はいつぶりですか？いつぶりでしょう。あ、それ展覧会は、はい、2年ぶりですかね。あ、2年ぶりですね。前回佐賀でしたよね。そう、佐賀、うんうん、そうそう、佐賀で、あ、佐賀、佐賀にね、いらっしゃる。あ、そう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 、うんうん、で福岡に来たのは、まあ、あのいろいろ出張とかでちょこちょこ来たりはしているので、うん、はい、まあ、どれぐらいぶりでしょう、1ヶ月ぶりぐらい、ね、あ、結構最近いらっしゃって、ね、最近あの韓国に行ったんで。そっか、福岡空港から韓国。そうですね、まあ、ちょっとこっち寄りましたね、はい、もう今もう世界の田中さんですからね。日本の代表みたいな名字ですけども、世界の代表にもね。そうですね、覚えやすいですからね。田中っていうのは、ね、役にね。田中さん、今日はじゃあ田中さんご本人に作品の見どころなどを聞いていきたいんですけども、はいはい、よろしいですか？いや、お願いします。はい、なんかどれか気になるのありますか？もう気になるものだらけで、うん、はい、いつもこうスマホ上で見ているので、結構これは本物があるじゃないですか、はい、これにしようか、はいはい、私これ夏のね作品大好きで、はい、写真で見るとこういう風にちょっとぼやけて、うん、後ろがこう雲みたいになってるんですよね。そうそう、はい、これな、はい、これはあのだからこのアングルから撮らないといけないっていうのが分かりやすい作品ですね。あ、なので結構早めに置いてます、こういう作品。そっか、こう見方で変わるんだよって。仮にこれをじゃ横から撮っちゃうと、うん、だってただのポップコーンがここに積まれてるんだ。そうだ、この人越しに、うん、この雲を撮ってもらわないと。しかもピントを手前に合わせた方がいいでしょうね。そっかそっか、写真の撮り方まで。そう、ここ写真 OK なんですよね。 OK、はい、そうです、 OK。 じゃあこれを上手に撮れば、田中さんのような作品が撮影できるんだ。そこのバームクーヘンとかもそうです。これも真横から撮らないと虹に見えてこない。そっか、このね模様をうまく使ってるわけですもんね、うん、これもアングルが大事ですね、この写真もね。アングルか、面白いですよね。あの田中さんの作品は見方によって何通りも楽しめますからね。あのよく言われるかと思うんですけれども、はい、結構ダジャレというかタイトルにインパクトがありますよね、はいはいはい、そうですね、うん、これね、あの言葉の見立てになってるんですよね、うん、あの例えば、うん、これも臭かったぐらい、ちょっとキャプションがね臭かったので臭かった、臭かったっていうね、まあダジャレって言えばダジャレですけどそうですよね。あの要はその写真とそのミニチュアは形の見立てで、うん、このタイトルが言葉の見立てですかね、はい、形と言葉を見立てて、ダブルで見立てを楽しめる。本当になんかその見立てのミルフィーユみたいな感じで、めちゃくちゃ見立てました言葉遊びの達人だなと思って、すっごく楽しめるんですよ。 あっちのトイレとかいいですか、はい、トイレもね、なんか普通の、すみませんね、普通のおじさんが言ってたらもう親父ギャグじゃんっていう、はい、思うんですけど、そういうのも素晴らしい作品に仕立てちゃうっていうのが、うん、田中さんの素晴らしさですよね。そうです、ね、ありがとうございます。トイレだってこれ何ですか？結構思い入れがあって、うん、あの説明するとすごい長くなるんですけど、うん、まずね、トイレって必ず行くじゃないですか、みんな。みんな行く、お世話になってます。どの国行ってもトイレってこの形なんですよ。え、そうなんだ。そうなんです。やっぱこうやって洋式でこうやって座るのがもう主流になってきてて、まあ、和式のトイレが残ってるところも結構ありますけど、うん、まあ、とはいえやっぱりこのトイレの形っていうのは結構世界共通なんで、まあ、そういう意味でも共感されやすいっていうのと、あとあのこういうその既製品を使うアートっていうのをレディーメイドっていうんですけど、うん、このレディーメイドの最初に生まれた作品っていうのがこうトイレが元になってるんですね。そうなんです。マルセル・デュシャンっていう方の泉っていう作品があって、はい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 、でそれはその便器を美術館に飾ることでそれがアートに見えてくるみたいなことを提唱しようとした作品なので、まあ、そこから入ってくるとそれの何でしょう、こう時系列の中にある
このレディメイド の, この作品としてはなんかまたトイレをやることでなんかそっちを思い起こさせて面白いかなと思ってね。面白い、はい、じゃあトイレって本当昔からこの形 で私たちも絶対使いますもんね。そうそう、トイレがある文化ですもんね。そうそうそう、トイレしない人いないですね。しない、そうそうそう、道とかでしないからもうこれですよね。そうそうそう、食べ物もよく使うのはやっぱり、はい、みんな食べるし、うん、あのだからその皆さんの日常生活の中にこう組み込まれてるものっていうのが、うんうん、うまくこう作品に取り入れるといい作品になりますね。うん、確かに身近なものでこう親しみがあるからこそ、えこんな見方ができるんだってい う, こう生活も楽しくなりますもんね。でこれトイレ行ったことない人だったら、うん、この作品がどういう面白さか分かんないですもんね。確かにそういうことか。そう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 、はあ、しかも TOTO はね、はい、福岡の北九州のブランドですから。そうなんですか。そうですよね、はい、協賛してくれないですかね。もう喜んででしょ。私が TOTO の娘だったらもうこちらからお願いします。TOTO の娘で ね、 ね、 TOTO ここまで来たかって。もいや、やっぱ TOTO ですからね。そうや、もうトイレといえば TOTO ですよ ね、 ね、 いろいろありますけど。そっか、面白い。そう、これ大好きなんですよね。なんかこう田中さん的にこれはっていう、なんかあ、これこれこれ、そうですね、これは要は前回のミニチュアライフ展だと、もう人形が大体2センチぐらいなんですよね、サイズが。はい、でこれは結構でかいじゃないですか。確かに大きめ、はい、6センチぐらいですかね、うん、だからこういうそのサイズを変えることでこう違う見立てもできるっていうのが、例えばこのクリップ逆にすると後であるんですけど、はい、このテントにもなるんですよ、三角形、うんうんうん、ただその代わり人形はこのぐらいちっちゃくなるんで、うん、その人形の大きさじゃないとテントに見立てられない。あ、はい、そっか、だからこの今度はね椅子になって、そうそう、アイデアに合わせて人形のスケールを変えるっていうね、それがよく分かりやすい作品だと思うんですけどね。いや、面白いな。なんか田中さんってどんな風に世界見てるのかなってこの作品を見てワクワクしてきたんですけど、はい、どういうスケール感で。いや、でももうあれですよね、毎日やっていくうちに、うん、でもここにこれ普段クリップ使ってて それが椅子に見えてくるっていうことはなかなかないですよ。そういうふうに見ようとするというかね、やっぱりこうなんかこう、使えそうだなっていうところから、考えたりとか、あとはそのやっぱ椅子と椅子だったら背もたれがあって、はい、そこがあれば椅子になるわけじゃないですか、うん、じゃあなんかこういう L 字をたくさん探せばいいなっていうふうに意識して探すとかね。へえ、でもじゃあ生活しているものすべても目に見えるものすべてが作品になりうると思って生活されてる。はい、そうです。ちょっと疲れません？それですか？うん、私も見立てられます？まあまあ、私で何か難しい。だってやっぱこうみんなが必ず着てる服じゃないですか。そうですね、そうそうそう。そういうところだ。そうなんですよね。だからよくあるボーダー柄とかだと、はいはい、もうちょっと例えばこうそこに陸上トラックにしようとかね、そういうのは思い浮かびますけど、面白い。ちょっと今度挑戦してみます。ぜひ私モデルにしてください。ね、桜の木とかでもあれと合いますよ ね、 いいですね、あの木とね。確かに、後で写真撮らせていただきます。これとかも大好き。綿棒をまず折って、もうこんな綿棒だけ見たら使い物にならない綿棒じゃないですか。そうそうそう、これをうまく街灯にしてるんですよね。そうそう、これも使い物にならなくするっていうのも面白いところなんですね。面白い。この本来の機能を全部失わせちゃってるっていうか、うんうんうん、なんかそういう意味でなんか何だったっけな、これなんかそういうのにあったんですけど、あ、ちょっと待って、今度後で話す。今度思い出したら、思い出したら、いただきました。これもね、また綿棒なことになったぞっていうね。でこれ綿棒に似たものだと何でも該当になりますからね。はい、あのスプーンとかでもちょっと曲げれば該当になるし、うん、え、これ言葉が先なんですか、作品が先なんですか。作品が先です。作品、あんまり言葉考えずに、とりあえず見立てを優先して作って、うん、その後にダジャレっていうね、このタイトルを考える。言葉を見立てる。なんか私たちもリポーターのお仕事で、例えばステーキを食べたら、はい、うわー素敵とかこう言うんですけど、全然受けないんですよね。そうか、気づかれてない。だから例えばステーキだけに素敵ですねみたいな風に言うと、なんかこう気づいてもらえますね。さらっと素敵って言っちゃうと多分気づかれないかもしれない。そういうことか。ちょっとリポーターとしても学ばせていただきました。そうですね、はい、相手に伝わらないと意味がない。そうなんです。それはどう意図しているか、見立てる前のことを言わないといけないですね。そうですね、素敵だから素敵なんです。素敵だから素敵。そうそう、面白いな。もうこんなのもね、
そう、これっていうのはやっぱり展覧会だから、うん、あの飾れる作品だと思うんですよね。これ SNS って結構正方形とかの画像が多いんで、はい、もう実際投稿した時はここだけ投稿した。はい、見ました。で後でこの引きを入れたりしてるんですけど、うんうんうん、やっぱこの横長できちんと最初から出せるっていうのがこの面白さがある、ね、だって正方形だったら最悪もうタオルも正方形のハンカチでも良かったはずなのに、うんうん、この長方形を使ったのは何でですか。やっぱプールの長さですね。そこまでちゃんとこの後想像させるじゃないですか、はい、こっちに行くってね、うん、そういう、そう想像まで込みでこの長さがあった方がいいと思います、これでやるとやっぱりこう終わっちゃうっていう、うんうん、でまあ逆にこれ正方形で切ったら切ったでこの先どれぐらいあるんだろうっていう想像も働きますけども、物、うん、の見方が面白い。そう、こんな長かったんだっていう、実寸大を見ることができるから、やっぱこうね、写真上でもめちゃくちゃ楽しいんですけど、実際にこの展示会に来ると、もうその作品が何十倍にも何百倍にも楽しめますもん。ああ、大きさって分かんないですからね、写真だとね。分かんない。でも分かんないことから始まってるからこそ、この分かった時の感動がすごいひとしおです。脳の活性化というか、ね、うん、脳が気持ちいいんでしょうね。あ、確かに。なんかね、分かるとかね。しかも美術館とか分からないこと多いじゃないですか。そうですね。そうそうそう、これはどうやって見たら正解かなっていうのが、そうそうそう、田中さんのは分かりやすいし、ね、はい、自分でも何通りもこう分かったっていう、ハッとする瞬間があって、はいはい、ね、僕より深い考察をしてくれる人もたまにいますしね、そういうのを SNS も見かけると、あ、いいなと思って、僕もそれ付け加えようと思ってそれを参考にしたりとか、そう吸収していってます。素晴らしい。だって私もあの事前にちょっと見させていただいたんですけど、あのお客さんがみんなにやけてるっていうか、なんかニコニコしながらこうくすっと笑っている姿がすごい印象的で、やっぱこう美術館というとこを見てっていう、こう真剣な顔をして見るものって思ってる方も多いと思うんですけど、やっぱ田中さんの作品ってクスッとこう笑っちゃうし、ほーっていう、こうびっくりもあるし、だから誰かと一緒に来たらいいかもしれないですね。一人で来てもまあちょっと隣のお客さんと話してみるとかね、全然会話が弾みそうな感じだったので、そうですね、だからむしろちょっとこう喋ってもらってちょっと会場が賑やかな方がいいなって思って、僕はひたすら会場で解説ビデオで喋ってるので、まあ、あとはねバイバイね、楽しんで、そうそう、バイバイやってもらえる。あ、これちょっと紹介したいです、ね、これも好きです。まずタイトルからいいですか、こちら、はい、これはね、ハブはライストリップライス、米だけに、ナイスとライス、ハブはナイストリップに書くんですね、はい、でこれはね、あのさっき の, あのクリップの作品と違って、うん、逆にスケールがほらめちゃくちゃちっちゃいんですよ。お米一粒に対して飛行機がちっちゃい、そう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 、これぐらいに、だからまたこう変えるとこういう風に見えてくる。うん、で、あのポップコーンの雲が最初にありましたね、はいはい、であポップコーンの雲が先に完成 してて、実は、うん、で、あれから例えば、お米をお風呂に見立てたことがあるんですよね、その後、うんうんうん、で、またその後に今度はポップコーンを泡風呂に見立てたことがあって、うん、で、ポップコーンで、お風呂ができるということは、あ、そのポップコーンの風呂と、雲ができるということは、はい、お米で、雲もできるんじゃないかっていうふうに考えるわけですよ、はいはい、なんかそこでつながってきて、あ、じゃあこういうふうに作ってみようかなっていうふうに、こう、なんだろう、関係性がどんどんつながって見立てが出来上がるっていうのが、増えていきます。だからアイデアがこうやって増えていくっていうことですかね。なんか連想ゲームみたいですね。そうそうそう、これもできるんだったらこれができる、なんか料理もなんかこのソースでこうできるんだったら、例えば最初に、出汁を取ったもので、はい、カレーにもできればハヤシライスになる。お料理も得意なんですか。いや、全然しない。全然しないんですか。全然しないけど、めっちゃ今料理家みたいな。料理に例えると分かりやすい。そうですね。もうね、料理とこのアイディアの考えることがぶつかるんですよ。へえ。だから料理のレシピ考えると、もうこっちなんかこう幅を取られそうな気がして、はいはい、もうこれやらないようにしようと思って、あえてもう やらないようにしよう。で、やりだしたら多分ね、すごいやっちゃうと思いますけど、うんうんうん、またその段階に行ったらその世界が広がって、そうね、だからもっと料理するようになったら、もしかしたら新しいアイデアが出るかもしれないですけど。でもお食事好きですよね、きっと。ご飯の認知は多くないですか、うん、食事で、食事というかご飯系、ね、食べ物、これもやっぱり共感しやすいっていうのがあります。あ、
あの食べ物の大きさって結構同じなんで、うん、ブロッコリーとかもパン粉共通で同じ大きさですよね。でキュウリとかは結構ね国によって大きさが違うんですよ。なのでキュウリはちょっと使いにくいなとか、トウモロコシは結構どの国でも一緒だから使いやすいみたいな。あそこにトウモロコシありますよね、うん、あった。そうそうそう、やっぱ結構その世界共通して同じ大きさの食べ物だと、うん、とにかく使いやすいですからね。チーズとか、はい、チーズも結構、まあ、いろんな大きさありますけど、うん、大体こういうものって分かるやつ、うん、確かにパッと見てもチーズって分かるし、はい、世界中の方誰が見ても、うん、あチーズだなって思いますよね。そうそう、あこれはビジュアルになってますね。ポスターとかチラシにも使ってる、はい、鎌倉の中真っ暗、そうですね、はい面白い。これちょっとダジャレが過ぎるなと思いますけど、これよりもっと過ぎるものいっぱいありますね。面白い、まあ、季節だったりね。そうなんですよ。 今の季節に合わせてこれをちょっとビジュアルに使いました。はい、初めてこういうのって、うん、これめっちゃ美味しそうですけど本当に食べられるの？これは食べました。食べました、うん、これは本物の食べ物です。そうなんです。あこれね、あのキャプションありますよね、タイトルがあって、この下にね、この後美味しくいただきましたって書いてあるんですけど、これちょっとカメラ寄ります。これ見えますか？この後美味しくいただきました、はい、こう書いてあるものはね、あの写真でも本物です。そういうことか。こっち見たら、うん、こっちはね、これもこれもこの後、これは本物ですね、うん、チョコ食べた。これはね、多分食品サンプル。あ、本当だ、ちゃんとフェイクフード食品サンプル、食品サンプルですよって。ああ、そうやって見分けてもらえればいい。面白い。なんか食レポする番組でもね、後でスタッフが美味しくいただきました。あれと一緒ですよね。あれと一緒、そうそうそう。で僕はそれをツイッターとかでも食べた時の写真も上げるようになって、できるだけしてますね、うんうんうん、いやワクワクする。でね、ここが今回ね、そうそう、見どころの一つで、はい、アトリエが展示されてるんですよ。これちょっと入ります。え、いいんですか？失礼します。うわ、こんな世界でされてるんですね。そうそうそう、まさに撮影台もこの大きさです。一緒。そうそうそう、この無印良品の、ね、これ無印なんだ。やっぱ無印って使えるんですね。そうそうそう、これ顔も全部無印です。 これも無印、はい、無印って整理整頓得意ですもんね。そうそうそう、あとどこでも売ってるじゃないですか。だから結構手に入りやすいものがいいんですよね。これが例えば途中で売り切れになって廃盤になったら、もう揃わないじゃないですか、追加で拡張したくて。ずっとあり続けるっていう意味では結構無印とかそういうチェーン店のものがいいですね。え、これ実際のミニチュア？そうそう、実際のミニチュア。めちゃくちゃ見てください。かわいい。分類されて入ってます。これが、これ開けても入ってる？こっちは入ってない。入ってない。そうそう、これ全部入ってるわけですよね、実際の仕事場は。こう全部これに、例えばここはお医者さんとか、はい、この辺は、警察官関係みたいな感じで、棚ごとにジャンル分けして入れてます。わかるんですね。じゃあどこに誰が入ってるか。でこれをね、例えば警察官の人この辺に入れちゃうともう一生見つからない、うん、そうですよね、はい、どこだって言って。そうそう、泥棒の中に入ってたりして。そうなんですよ、絶対にそこに直さないといけない。わ、うん、え、何型ですか？血液型。 B 型です。 B 型？ A 型ってよく言われるね、っぽいですよね。この整理整頓してそう、 B 型ですね、完全に。じゃあ頑張って整理整頓してるんですね。そうです、そうです。でもこの仕事やるようになって、こんなより細かくなりましたね。もともと結構片付けるのは好きですけど、うん、まあ、デザイナーなのでね、ちょっとやっぱこうなるべくシンプルにいきたいなっていうのはありますけど、まあ、でもこんだけ物が増えていくんでね、それをさらによりどう整然と片付けるかって、ね、そうしないとね、作品毎日毎日出されてますよね、うん、そうです、そうです。だからそれもちょっとでも時間を省くために、もうすぐ見つかりだすると。だからそれを見つからないので1時間とか取られちゃうと、もうアウトじゃないですか、結構時間的にね、そう、時間ね、どのくらいでこの1作品、まあ、ものによると思うんですけど、1作品だいたい3時間から5時間ぐらいです、はい、だいたい朝始めて、はい、昼過ぎか昼前ぐらいには終わるみたいな感じ で次の日の投稿の準予約までして終わる、で、あと午後は打ち合わせとか、こういう展覧会の準備みたいなのを行うみたいな感じですかね、うん、1日の流れとしてはね、え、ご飯食べてますか？食べてますよ。食べてますか？食べてます。もっと食べる作品でやって食べてください。なんか食べる時間なさそう。忙しそう。あ、でもそうです、ちょっと本当に忙しい時はなかなかね、うん、そうですよね。撮影台の上でそのまま食べたりします、ね、ね、お腹空いちゃって、そうそうそう、もう食べたいもので作ろうみたいな。そうそうそう、作ってもうそこでそのまま食べるみたいな。最近あのカレーの何度見た作品、はい、あれとかも後でちゃんと撮ってますけど、はい、
もうここにあるものは一回食べてますからね。そうですよね、なんか何つけてましたもんね。そうそうそう、ここでこうやってもう食べるぐらいの感じなんで、まあ、そういうこともできると。で、撮影台もこれぐらいちっちゃくて済みますね、ミニチュアなので。そっか、作業場は。じゃあだって隔離生活のね間はホテルの中で作品、うん、やりました3日間撮影されてましたので、いやみんな思ってたと思うんですよ、このドバイから帰国の時間、うん、はい、どう私たちのこの毎日の楽しみはどうなるんだって。そうなんですよ、僕もだから、うん、その3日間の分準備してなかったんで、はい、いきなり隔離になったんで。急にやられたんですね。だからもう人形アトリエから送ってもらったり、あと手持ちの人形も結構あったので、うん、それをいかに駆使してなんとかやろうかと。で結局見立てってそのなんかこうダメだと思っても代わりのもので補うみたいな力のことでもあると思うんですよね、うん、工夫する力というか、うん、でそれをよくインタビューとかでも僕答えてるんで、はい、そう言ってる自分がこれで諦めたらダメだろうと言っちゃってる手前、そうそう言っちゃってる手前、あ隔離なんでもう今日は諦めますとか言ったら、はい、いやいやもう全然工夫できてねえやみたいなことになるんで、ここはこう力の見せ所だなと思う。そうですね、ちょっとだいぶ頑張ろうと思って。感動しましたよ。あれはすごく頑張った。さすが出すんだって言っても感動しました。へえー、面白い。で結構実寸なんですよね、はい、棚とかも写真もで表現されてますけど、そうそうそう、同じ寸法でこう作って1個だけこう棚がこうやって入るみたいな。はい、こういうこう仕分けされてる棚もちょっと観察してもらえると面白いと思いますね。本当ちゃんと整理整頓されてる。そうそうそう、この辺料理が入ってたとか、はい、なんか人だったり。そうそうそう、でこれ半透明にすることでラベルを貼らなくても大体ここに何があるって分かる。そっか、いやもうやっぱ無印すごいですね。無印すごいです面白い。お一人で作業はなさってるんですか。そうです、自宅で撮影するときは一人ですけど、アシスタントとかもう一人いますね、うん、こういうあの食品サンプルを作る人がいて、その人にサンプルは依頼したり、うん、人形の改造も僕で間に合わない場合はその人にも依頼したりとかしてますね。あ、そうですよね、はい、これだけ作品が多いからミニチュア のお人形も制作してるんですよね、うん、あでも既製品がね結構7割ぐらいですね、でそのまま使うことが7割で、あとは3割ぐらいがその改造するって感じですかね、うん、例えばああいう孫悟空の人形とか、あれあんなないのであれはちょっと改造して作ってやりました、はい、面白いな、ね、はい、仏の顔も高い。なんか気になるのありますか。あこれねでもタイトル的にはこれこれめっちゃ面白い、はい、仏の顔も180度まで、これダジャレじゃないし、うん、どういう意味を込めた。仏の顔も3度までと180度かけてるんですよ、うん、そっか、えだいぶ懐広いですね。そうそう、そういう想像が働くじゃないですか、はい、タイトル的には結構ベストワンぐらいの、あナンバーワン、この中だと、はい、いやこれ面白いな。五行に見立ててたりね、そう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 、されてるんですよね、はい、きっと。なんかこれがこう天に浮くとこう下に360回ぐらい指されそうですね、360度までっていう。確かに、これをちょっと海の上に浮かべたりして反射させたりしたら、もっと懐もっと懐を広くする。いいです。なんか私将来の旦那さんにこれプレゼントして、はい、もうちょっと心広くみたいな。そうそうそう、いいですね。煩悩の数より多いですからね。確かに108個より多いですから、はい、面白い面白い。また写真のサイズ感もちっちゃいものだったり大きいものだったり、はい、それはどうやって選ばれてるんですか。これそうですね、あの実物があるもの、うんうん、例えば基準としてはね、やっぱりこう一番見やすいサイズに引き伸ばしたいなと思ってやってるんですよね。大きすぎてもやっぱちょっと見にくいなとか、これとかはやっぱり物がもともとでかいので、はい、これよりもうちょっとこう迫力を見せたいなというので、ちょっと大きめにプリントしたりとかですかね。でこれ結構上からって撮りにくいじゃないですか、こうやって写真が、ね、そう撮りにくそう。だからこうこういうアングルでしっかり見せるといいかなと思いますね。そう、あと作品をまず作るのもアイディアも素晴らしいんですけど、ね、さらにその写真をどの位置からどの角度でどの範囲で撮るっていうのも、そうですね、大事です大事です、はい、これもほらフライパンの上に、あこれフライパンなんですか。フライパンっていうか鉄板みたいなところの上に置いて、うんうん、こうまあ、焼いてる状況に塩を巻いたみたいな感じですね。宇宙にね、そうそう、これなんかもやっぱ上から撮らないと、ね、惑星に見えてこないですね。面白い、ね、こちらはじゃあ楽しみをテーマに、楽しみここね、ずっとネットここはずっと全部遊園地、遊園地だ、遊園地系があって、うん、ね、こっちが海があって食べ物とか、であっちが音楽になってるんですよね。あ、そうだそうだ、
白い。これあれ、ホテルのどうする、後で紹介します。あ、いいですか、行っても。もうこのまま行きましょうか。行きましょう。何ですか。あ、そうそう、今回特別に飾ってあるのがあって、はい、こう音楽と絡めて今度はさらにアートがあるんですね。アートだ、こちらが。アートをテーマにしたの結構久しぶり、こういうのを作って。でこれあのゴッホ展が、はい、福岡で、福岡市美術館であるじゃないですか、はい、でそれとちょっとコラボレーションして作らせていただきましたね。ということはこの期間限定、はい、そうです、そうです。このミニチュアライフ展とかもこの、福岡の会場でしか飾られないですね。超レアな作品、うん、ミニチュアライフ展終わったら、うん、この実物、この実物があるんですけど、はいはい、 ね、これを福岡市美術館のゴッホ展の会場の方に持っていこう。あ、そうなんですね。私ゴッホ展も行くので。あ、本当ですか、はい、リポートするんですか。あの、はい、プライベートで見る。あ、プライベートで。えー、面白い。でこの糸杉のね、木の部分が、はい、あの絵の筆になってるんです。筆になってる、ね、そう、筆を固めてるんだ。そうそうそう、それを固めて、油絵の具に塗ってみたいな。あ、面白い。結構ね、ゴッホの実際の使ってたパレットっていうのをネットで調べると、うん、こういう感じなんですよ。こうなんかそのまんまこうチューブで出して、それを混ざりきらないうちにこうそのまま縫ってるみたいな感じが、うん、あるので、それをそのままこうこの中でも分かるようにしたい。はあ、田中さんの作品としてもちろん楽しみながら、ゴッホってこういう色使いしてたんだっていう、そうそうですね、なんか想像してもらえたらいいなと思ってですね。で、この僕の代表的なこのブラシを使った作品 そうですね、田舎ブラシっていう作品があるんですけど、はい、うん、なんかまさにこのプロヴァンスの田舎道っていうタイトルみたいな、はいはい、だから田舎ブラシもここに入れたら、色味もね、そうそう、ちょうどいいんですよ。なんかね、まさにあの麦畑の色とあってです、ね、え、これは無印じゃないですか、ね、これは無印じゃないですか。これはなんかドイツ製のなんかね、取り寄せてちょっと古いやつを全部結構ね、ヴィンテージなの、このヴィンテージものでしたのやつもこうやっぱ新しいものだとこれは雰囲気合わないだろうなと思って、うんうんうん、もうなんかメルカリとかでメルカリで探すの、まさかそう、だからメルカリで売った人もまさかここで使われてるとは思わないでしょうね。いやもう、まあ、売ってよかったなと思うのかな。そうそう、うん、そうですね、これ別々ですね。パレットも汚いパレットをあえてメルカリで買って、でこう下の油絵セットとあと腕とかもね、メルカリ何でもありますね、はい、あるんです。だから意外なものがやっぱりね汚れたパレットとかで検索するんですか。そうそうそう、アンティークパレットとかね、アンティーク油絵道具とか言うと出してみるもんですね。そう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 、何でもだから需要はどこにもあるかな。確かに、この油つぼの風なんか雰囲気とかもすごくいいですよね、うん、UFO に見えてきますよね、こうやって。あ、本当、うん、UFO にまたこっから作品が今生まれ始めて、そうですね、そういう見立てがね、できる。面白い。でゴッホ展は2月13日までなので、 そうそちらの方もね、はい、あ、でこれほらやっぱり、うん、あの絵画なのでもともとが、はい、これもキャンパスにプリントして、はい、そうだ。でこの絵のそうそう、イーゼルも、はい、イーゼルっていうのこれもアンティークのやつ、ね、面白い。これゴッホとコラボしようって思って、うん、まずパレットから買ったんですか。そう、探し、もともとなんかその、あのフィンセント・ファン・ゴッホですね、はい、ファンにかけて、あのパンのキャンバスで、フィンセント・パン・ゴッホにしようかなと思って、はいはい、そしたらでも結構ゴッホの人形がパンをキャンバスにするとこのぐらいになったりですか、うんうん、結構人形が主張しすぎだなと思って、うん、であとその糸杉、今回やっぱり糸杉がポイントだったんで、そっちもうまく見立てたいなと思うところもあって、そういうこういう風にちょっと最終的に落とし込みましたね。だからこの人形も結構ちっちゃいんですけど、すごくよく見てもらうときちっとゴッホっぽくだいぶなってるので、はい。あ、本当。改造して作ってます。はい。ちゃんとこうやって見てますね。そうそうそう、はい。そこも細かいところも見てもらいたいなって。面白い。なんか時間忘れちゃいますね。あ、ありがとうございます。見てたら本当に見出すとだから、ね、3時間そう2、3時間どころかでも私ここでおばあちゃんになっちゃうんじゃないかな、はい、心配になっちゃいます。すごい。で、ね、これここはワクワクしますね。これが一番手間がかかる。うわ、動いた。 SL、 うわ、軍艦、SL、お寿司。そうそうそう、 SL ってあの寿司、あのスチームロコモーティブや、あの英語でスチーム蒸気機関車なんで、蒸気機関車、英語で言うとスチームロコモーティブっていうあの略称なんですね、はいはい、で今回はなので寿司で動いてるんで、うん、寿司ロコモーティブ、はい、タイトル、寿司ロコモーティブ、はい、しかも博多駅が、そうそう、博多駅がで、ここにほら、あ、モモピー、モモピーです
モーモーピー存在感ありますね。そうですね、こうゆるキャラとしてちゃんと一応着ぐるみという設定ですね。あ、そうなんで、はい、モーモーピーはモーモーピーです。はい、モーモーピーは中に何も入ってあ、そうかそうか、モーモーピーは何もこれやばいですね、カットでこの中に言っちゃいけないことでした、ね、田中さんもいらっしゃるんですよね。そうそうそう、はい、こういうポーズで言います、ね、お、このポーズです、皆さん探してください。服装も同じです、一緒、わかりますか、もう一回、あ、見つけた、はい、はい、これ見つけました、皆さんここです、見れますかね、後でカメラで寄せてみます、はい、じゃーん、わかりますかね、ちょっと寄せてみるかな、うん、わかるかな、これは来てみてのね、楽しみ、モーピーを頼りに田中さんを、はい、そうですね、で博多駅になってきて、あとこのポスターとかも、ね、あ、貼ってあったりとかしてですね、さっきちょっと手直しされてましたもんね、そう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 、だから皆さんのお客さんが手直しされている田中さんを撮ってましたからね、ミニチュアじゃなくても、いや、よかった、原寸大だって言って、原寸大、ここにちっちゃいのもいるけどね実はいるんですよ、皆さん後で教えたい、いや面白い、ワクワクしますね、あ、こういう楽曲、これも実際に描かれてるんですか、そうそうそう、この会場に来て描きましたね、え、絵も上手なんですね、いや、ありがとうございます、もともとやっぱりデザイナーだったので、あの企画書とかいろいろ書かないといけないんです、で、あのラフデッサンとかそういうのもやってたんで、あ、じゃあ作品も最初にデッサンから始まるんですか、いや、あの普段の作品はメモですね、メモ、何々で何々、だからこれだと寿司で蒸気機関車みたいな感じでやるんですけど、じゃあ言葉をまず使う時もあるんだ、そうそうそう、言葉だけです、基本的に何々で何々、っていう風にしか書かないです。もうそれで1行だけ書いてアイデア一つみたいな感じで。でも一つからこの作品が生まれる。そうそう、そこから膨らますっていうか。で、あのお客さんから頼まれる作品って結構あるんですよね。でもあのさっきのゴッホ展のやつとか、あれも一回、絵で描いてます。で、こういう感じでどうですかっていう風に見せて、あ、いいですねってなって、実際に材料を準備する。だから準備した後にだってこれダメってなると大変じゃないですか。そうですね。そうそうそう、だからこの絵で最初に描くっていうのが大事なので、まあ、そういう意味でこういう絵もたまにイラストで残したりとかしてますね。へえ、そうか、絵も実際に見れるってサインもあって、やっぱ頭で想像したのを絵に起こせないっていうのは結構ね、ダメなことだと思うんですよ。え、だってそれって形にできないってことじゃないです。そっか、想像できないものは作られないですもん。そうそうそう、でここで思い浮かんでもここで形にできなければ、うん、多分その人の技量的には形にできないのと一緒なんですよね。だからやっぱりきちんと一回絵に起こせるっていうのはかなり大事なスキルかなと思いますけどね。へー、あ、じゃあ今後こうそういう創作活動をしたいっていう方には、まずじゃあ絵にしてみようっていうところから始めると、そうそうそう、大事だと。だから写真撮るにしても、こういう写真撮りたいと頭の中になんとなくあっても、実際こう構図決めるときにやっぱこうある程度描けるような技術がないと形にできないんですよ。うわ、確かに勉強になる、はい、大事。インスタとかもフォロワー増えそうですよね。構図大事ですもんね。構図大事ですね。やっぱこうフォロワーな、今何人ぐらいいらっしゃるんですか。340万人ですよ、はい、もう世界ですもんね。いやいや、そう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 ですね。世界中の皆さんが楽しみにされている作品なので、そうそうそう、ね、あとここも紹介していいですか。すごい、ぜひぜひ。ぜひ気になっちゃって、あのあこれね、あの皆さん気づかれる人いるかわかんないですけど、びっくりするぞこれは。この額縁の縁を見てもらうとですね、はい、まあ、人形が大体いるんですけど、うん、そこにまたポスターとかも貼ってあるんですね。こういう小さな遊び心、これここ以外にもう一箇所あるんで、それは言わないです。わかりました、はい、じゃあ後で探します。探してください。へー、ここはちょっと入っときたい。どんななんか王様、幼少時代過ごされたんですか。少女でも 人と同じような感じですよ。本当 になんかそのままちっちゃい時からの目線で育ってるような感じがしますね。でも一回忘れましたね。一回忘れた。いつ思い出したんですか。デザイナー時代とかはちょっとやっぱ凝り固まってました、ね、あ、発想が。で、うん、やっぱインスタ始めて、はい、こういうことをやり始めて、もう一回ちょっと思い出すみたいな感じ。そっか、え、うん、じゃあ今もう凝り固まってもう大人になってしまったなと思う方でも、ここまでまた戻れます。はい、思います。ちょっと勇気湧いた。毎日やれば。そうですね、はい、何を原動力になさってるんですか、ね、いや、 やっぱり見てくれるっていうことですね。やっぱ皆さん、ね、喜んでもらいたいっていう。その反応がなかったらなかなか辛いですね。うん、そっか、うん、これ10年やってて、10年なんです、ね、例えば10人しか見てなかったら、さすがにやめてるかも。ちょっと心折れちゃいますもんね。こうやってどんどんみんな増えていって、うん、見てくださる方が増えるっていうのはやっぱり一番原動力ですかね。あとはそのアイデアがどんどん出るんですよ。
つながっていく、それがすごい、はい、その1日3つから5つぐらいでアイデアの中で形にするのは1個じゃないですか、はい、となると一生追いつけないので、まあ、そういう意味ではこうひたすら形にし続けるっていう、まあ、原動力というか何でしょう、もう責任があるなと、アイデアを出していく、もう切羽詰まったりもう何も出てこないっていう時はないんですか？ないです。はい、すごい。さっきまた UFO って言ったじゃないですか、はい、あれもこの後メモすると1個増えるじゃないですか。おだからで形にするしないは別にしても、うん、とにかく何でもメモとりあえずして、そのうち何個かが形になればいいなって気もするので、とはいえだから絶対にないっていうことはないですね。うん、何かしら作品にはできるので、しかもこう連鎖していってるんですね、1個作ってそれでまた、うん、あこれにしようってこう発想が生まれて、さっきあれいう形は UFO にできる、うん、じゃあまた別の関係性が見つかってくるってことですね、うん、これで UFO にしたから、あじゃあこれがこれでこれができるんだったらこれもこれでできるみたいな感じでつながっていくので、面白い。頭の中どうなってんだろうってずっと思ってたんですけど、ここ連想ゲームですね、つなげていく、はい、じゃあちょっとこっちにあの博多のもう一つ、はい、博多のものがありますね。あそうですね、で最後ここ、これも面白かった、はい、最後ちょっとこっち紹介しちゃいたいですか？あ、いいですか？わかりました。じゃあこっちから、はい、これね、そうです、これはもう今回限定ですね、はい、やっぱ博多っていうことで博多ラーメン、はい、好きですか？好きです。あ昨日も行きました。え、嘘、どちらに？昨日元気いっぱい。あいいな空いてたんですね。そうそうそう、あのいや並んでましたよ、やっぱり寒かったのに。そうそう、であの局長と一緒に行って、はいはい、局長があの常連だったんでちょこれ言っていいのかな、こういうのちょっとじゃあそうそうそう、シードを使って、あのいい感じ、いやいやシードは使ってちゃんと慣れましたよ。本当タイミングよくあの入れて、その後僕らが来た後すごい並んでたの、また、大人気ですもんね。美味しかったです。でその博多ラーメンを今回作品にされてて、そうそうそう、でやっぱどう形にしようかなっていうので、うん、やっぱり釣りにしましたね、これはね。で麺、やっぱ僕麺の硬さ大事だと思うんですよ、はい、すごく。でちょっと固めが好きなんですけど、うん、やっぱその揚げるタイミングが10秒とかちょっと違うだけでも変わるじゃないですか、うん、だからで魚釣りもピッて引いた時にこう揚げ時失敗すると逃げられる、うん、だからこう麺も釣りも揚げ時が大事、うん、そこでこうつながるわけか。そのままタイトルしますね、はい、そうや今生まれた瞬間が分かりましたね。 そうそう、その2つの言葉と共通点、そう、あの体験を元に、そうそう、元にするんです。だからこれ多分ラーメン好きじゃないとこのつながりにはなかった、思いつかない。だから揚げ時も別に泡でも型でもいいしっていう人からは生まれないですからね。こだわりがないんですよ。そう、まあね、このまた大きいお皿にして、はい、そう、ちょっと大きめにしてますね、うん、普段で。やっぱこの作品以外もこの重機ですね、そうだ、ね、ここまたこっから視野を広げるとさらに楽しめるんですよね。そうそうそう、ここは屋台になっておりますので、はい、本当は最初は田中亭っていう料理で、めっちゃいいじゃないですか。ここ立ってね、たまにね、田中さん。これもう負けそうな気がして、この文字に、この作品が、だから真っ白がいいかなと思って、ここに行き着いたわけですね、はい、面白い。こういう、あの変わった演出したのは今回も、久しぶりから、うん、そうなんだ、屋台スタイルに、そうそう、したの、博多ならではですね。ちょっと神社っぽく見えてきますね、後ろは。また鳥居に、また今生まれましたね、最先端が置いてきます。ああいいです。あ、そう、お金はそこでも稼ごうと思ってますか。面白い。そう、田中さんの作品はこう、なんだろう、絞りがたくさんいるというか、はい、ちっちゃくちっちゃく細かく見て、その後こう広角にして ね、楽しめて、はい、どっちも楽しんでもらえればいいですね。ここに光沢って記念撮影とかもいいんじゃないですか。いいですよね。めちゃくちゃいいじゃないですか。へいらっしゃいぐらいください。へいらっしゃいすいません、バリカタ一丁。はい、OK です。優しい、何でもしてくださいフォトスポットで、ね、全部やっぱ写真を撮って楽しめるっていうのもいいですもんね。片面が好きなんですね。ちょい片面が好き。ちょい片面、はい、次も嫌です。それなんて頼むんですか、ちょい片。いや、だからあのちょっと硬いの頼んで、うん、ちょっと 待ちます。柔らかくなるので、はい、そこもこだわりが。そうそうそう、で柔らかめを普通とかを頼んじゃうと、うん、食べてるうちにちょっとこう、僕食べるの遅いんで、はいはい、あのもうブヨブヨになってくる。そっか、だからちょっと固めを頼んで、最初固いなっていうぐらいからゆっくり食べ始めるとちょうどいいぐらいになる。じゃあ食べ始めが肝心ですね。そうです、食べ始めが大事だと思います、はい、面白いな。
じゃあちょっとね、はい、メインのメインといいますかちょっと気になる作品がもう一つあるのでね、はい、ちょっと見させていただきたいんですけど、すみません、すみません、これすごいですよね、こちらはこちらはそうです、はい、これから見ますか、溶けない雪だるまタイトルです ね、もうプロポーズリング、そうですね、指輪がやっぱり2つあることで完成するんですよね、これもね、男性の指輪と女性の指輪、雪だるまになってるのか、そうそうそう、指輪の方、そうだ、これで雪だるま、はい、これ写真の男性はちょっとこう白髪じゃないじゃないですか、はいはい、こっち実はね、ちょっとあ、ほんとだ、時間の経過がわかるんだ、これちょっとそういう違いも出したい、うわちょっと今ね、心をきってわしづかみされましたねこれが写真スポットになってるんですね、そうそう、スポットとしてこう実際に大きい指輪があったら、ここに登って、しっかり登りましょう、じゃあ私とあの老後を過ごしてくださるということですか、この写真上で、こうやって作品の一部になれるわけですね、そうそう、逆ですね、ちょっと正確にこうですね、わー楽しい、じゃあフィギュアの気持ちにもなれるわけだ、そうです ね、フィギュアの気持ちだからカップルとか記念にね撮ってもらったり、もしかしたらここでプロポーズする方もいるかもしれません、ね、ぜひ募集します、募集して、ね、そういうの動画でアップします、いいですよね、これでこう指輪、ね、もう指輪買わなくてこれでいいみたいな、観光地の顔はめ報道的な感じでもいいです、あ、これをね、私だっていろんな見立てをしていくわけですね、こうやって自分が入るの大変じゃないですか、ミニチュアと一緒に、はいはい、でこういう大きいのがあるとやっぱ自分がここに来たよって記念になるので、なる、まずぜひともこうアップしないにしてもね、 SNS だとしても、まあ記念に一枚撮っておくだけでも全然違うと思いますね、はい、なんか今ここに立ってみてこう田中さんの作品の一部になれた気がして、すっごいここめちゃくちゃ特等席だで見渡せますし ね、いろんな作品が、はい、いやこう一巡してきましたけど、あとあの180分ぐらいしたい、180巡ぐらいしたいぐらい、もう仏の、ね、仏の顔と一緒で、そうなんです、さすがです、すっごく楽しめました、あ、今回の見どころをご覧の皆さんに、うん、こちらのプロポーズリングの前で、ここでいいですかここで大丈夫ですか、見どころはもうあれですよね、もうまあ、前回とまあちょっと同じになるんですけど、皆さんの家に飾られ、普段使っているものが全然違う形で見えてくるので、本当にまずはそこを楽しんでもらって、でまあ前回来た人ももう2年経ってるんで、もうこれ忘れてると思うんですよ、こういう遊び心ね、またそれを取り戻しに来てもらってほしいなと、でも作品も全部違うんで、とにかく本当に楽しめると思います、あとさっき言ったのスケールも違います、人形の大きさも全然、あの今回いろんなサイズの人形もあるので、その辺も楽しんでほしいなと思いますかね、はい、いやぜひ皆さん実際に来てこの田中さんの作品にも胸 もうなんか脳みそも、はい、もう全てのなんか臓器 も、はい、なんか臓器も田中さんにわしづかみされるこの体験をぜひ味わってみてほしいなと思います、はい、ミュージアライフ展2は1月17日まで、はいはい、こちら JR 九州ホールで開催中です、ぜひ遊びに来てください、はい、田中さんありがとうございました、じゃあまたね。